ポッターの時はもう覚えてないんですよね、あんまり。デセルビの方が、ボールつなぐ時の立ち位置、特に後ろの選手たちの立ち位置にこだわってるように見えますね。サイドバック張らせない的なこと。デゼルビの練習とか YouTube で出てくるけど、瞬間的な立ち位置の共有のさせ方。ただ、ポッターがそのベースになるサッカーやってたから、こんだけすぐ浸透するっていうのはありますけどね。そうそうそう。中盤に受けに行くべきところがどこなのか分かってる選手いるのが大きいです。で、受けに行くだけじゃなくて、その落とし先もちゃんと分かって受けに行くっていうか、こんな仕込めるもんなんですね、すごい。まあね、選手の質があった上で監督に思考があったらできますよ。それでマネジメント見せてなかったら。ポッターの下地大きいっすよ。じゃないとこのサッカーただ説明するだけでこんな風になんないですからね。めちゃくちゃ大きいっすよ、ポッターの下地は。僕はポッターブライトンはそんな毎回は見てなかったけど、でもデゼルビブライトンの方が、ボール大事にする意識が強いように見えますね。ポッターブライトンも全然つなぐんだけど、デゼルビブライトンはちょっと異常ですね、それが。一見リスクあることも。でもまあ、ポッターブライトンがあるからデゼルビブライトンが、このサッカー、もうこんな早めに、完成というか完成度を高くできてるからね。どっちがいいどっちが悪いってより、なんかちゃんと現代サッカー界で珍しいこの監督の代替わりでちゃんと共同作業できてる感じしますよ。いや本当このいや本当いろいろ知るとこのブライトンとアーセナルが今やってるサッカーってマジでここ行ってくんないからね。どのチームもこのね領域行ってるチームの試合は本当すごいよこれは。